皆さんこんにちは。自民党の参議院議員、全国比例区選出の片山さつきです。片山さつきは2005年から衆議院議員を4年、そしてそれからは参議院議員をしてまして、安倍内閣で大臣を務めたり、あるいは常任委員長をやったり、政務官も2カ所ぐらいやりましたが、今いろんな仕事を自民党でしています。今現在は総務会長代理でありますとともに、資金繰り貸ししぶり対策の金融調査会の責任者でもありますし、自民党のワクチンプロジェクトチームの副座長もやっています。とにかくいろんな仕事をよろずしているので、ちょうど今夏休みでご覧の皆様にコロナ対策のことをお説明しちゃおうかなと思いますので、よろしくお願いします。昨年の2月以降、そのいろいろな緊急事態も、まん延防止措置も、あるいは自粛も出たり停止したりしてるんですけれども、自民党の参議院ではあらゆる会議にリモートがたくさん導入されてまして、集まるのは最低限の人数にして、それからアクリル板を一人一人の間に全部敷いてます。私も執行部会に1週間に1回出てますけれども、そこも人数は最低限に限られてて、隣の人との間は一つ市松模様に空いていて、あとは全部アクリル板で、で入る時には当然消毒液3種類か4種類か置いてあるんですね。で参議院の方は衆議院に先立って食堂食べるところ全部にアクリル板を敷いてます。そうすると飛沫感染が主だから移りにくいのかなと。あと国会の建物は割と大型換気がついてるんで、今は換気がやっぱりね主力だと言われています。あとは一人一人の国会議員が議員会館の部屋でもすごく注意をしていて、私は早い時期から空気の清浄機、うちのは光触媒なんですけど、ヘパフィルターとか GIE のとか何種類もありますけど、どれも各々効能はあると思うんですけれども、空気をどんどん入れ替えてその部分からウイルスを取っていくっていうのをやっていまして、いろんな方が毎日説明に来られて、私の部屋にも後でコロナになっちゃったっていう役所の方が何人か来られてるんですけど、うちにはたくさんの人が出入りしてますが、今日ここまでに一人もいません、一人も。あと国会はやっぱり国の三権の最高位機関というか、一番重要な民意の反映の機関ですから、やっぱり法律を決めるときには本会議で採決をしますが、それは集まろうということで、これは決めてます。ただボタンがあったんですけれども、規律採決が今多くなっております。で規律採決を自分でちゃんとするということですね。それに加えまして、自民党の方の会議では、今まではこういう分厚い書類をたくさん配っていることが多かったんですけど、書類が欲しければネットで打ち出して、あとは全部会議に入るとこれで、しかも1回参加っていうのを押すと、その今説明しているものがそのまま出てくるように、できるだけタッチレスに運べるようにはなっています。でその自民党本部でのお食事なんかはもう全部なくなって、水のボトルとかお茶のボトルが置いてある時はありますけれども、それ1回は何の食事もありません。だから随分やり方は簡単になりました。でテレワークっていうのを私、地方創生大臣の時にすごく推奨したんですよ。というのはテレワークが進んで、テレワークで住むことになれば、地域の環境のいいところで子育てをしてですね、でお仕事と収入はその地域でいただけるってことになると、まさに東京一極集中がなくなるんです。でこのコロナになってからは、実は東京都内のちょっとした不況っていうか、お仕事が減った分野もあるので、東京からの流出人口が東京への流入人口を月によって上回った月が何ヶ月か出て、久しぶりだったんですよ、それは。だからその点に関しては新しい動きが出てるんですけども、実は私たちの時に作ったテレワークの交付金っていうのを今でもやってまして、日本中から応募があって、私は確か福島の会津中通りを見に行ったのかな、地方創生テレワークの素敵なオフィスを今まで学校だったところを使ったり、病院だったところを使ったり、すごくいい感じにして、で、プログラミングとかコーディングとかやれる感じにして、やったりしてるのはあって、ちょこちょことこっちで20人こっちで50人とか広がってますよ。和歌山の空港の近くとか、もう日本中に環境のいいところにあります。だけどやっぱり人って企画会議をするときには企画会議をしたいって言うんですね。私 e スポーツとかスポーツベッティングなんかも応援してるんですけども、それを一番やってるミクシーとかサイバーエージェントとか、今6割ぐらいですかねって言ってましたから、ああいう企業でも6割来ちゃうんですよ、メインオフィスに。
だから人が人と会って会議をすることを、会って打ち合わせをすることの大事さっていうのはなくならないし、だからそこにある程度の限界があるので、通勤時間を少しばらして、やっぱり今いくら電車が換気されてるとはいえ、エアロゾル感染が空気感染に近いんじゃないかって言われてる時に、電車って怖いので、電車の混雑をできるだけ緩和することは特に首都圏では絶対必要ですね。政治家の仕事って人に訴えるペーパーを作ること、そのペーパーがネットで流されるものでもあるんですけれども多いんですよ。で、皆さんの中でもデザイン系の方って多いと思うんですよ。私も対談でそういう人ここに呼んだりするんですけども、例えばこういう紙を直すときにね、配置とかも含めて、言葉だけじゃなくて数字だけじゃなくて配置とかも含めて人に伝わるように刺さるように作っていくときに、全部じゃあここはこうしてって切って貼って置けるかっていうと、やっぱり何人かでこう見ながら、これこっちよねっていうのが、そこまでできるようになるほど私自身もパソコンに熟達してないんですよ。ほとんどの人聞いたらそうで、そこの部分は人が集まってやった方が、つまりこういう感じ、ああいう感じっていう表現の部分が全部言葉で言えないので、そこはまあ集まった方がいいのかなと私なんかは仕事して思ってますね。あとは言葉にできる交渉事はリモートでも十分できて、それこそ商社の人たちなんかも、なんだリモートでできたんですねなんて言っている人が結構多いです。はい、コロナはもう本当に今何千人という感染者が出ていて、デルタ株の感染力が再生産指数が5になるとかなんとか、まあ今までを大きく超えてるんですね。で、これって水疱瘡並みっていうことは、水疱瘡ってクラスの子がみんなかかっちゃったりした記憶があると思うんですよ。私たちもちっちゃい時やってますけど、まあ、そうなってくると、もう何が違ってくるかっていうと、やっぱり自分が暮らしてる環境を移りにくい環境にしなきゃいけないっていう部分がちょっと足りなかったのかなと。だからお家の方でも単に普通のエアコンじゃなくて、換気能力のあるエアコンに変えないとまずいんじゃないかと。それから、あの飲食店は一番いじめられてるって言われてますけど、その理美容とかマッサージとかスポーツインストラクションとか、ビルの中に入居するようなありとあらゆるサービス業って全部減ってるんですよ。でもそれらが人間の生活からなくなっても困るし、この病気を乗り越えたらそれはある程度復活するに決まってるんですけど、その時に何を気をつけようかっていうので、この換気の悪い密閉空間っていう話があって、私たちはずっと主張してたんですけど、去年厚労省はこの分厚い紙を出して、これはあの福島県の郡山市っていう結構大きな市の市長さんが送ってきたんですけど、これ言われても誰も見ないよねと、何したらいいのっていうのがあって、ようやくこの6月からあの専門家の分科会の人たちが科学的に方法論しようっていうのになったんです。で、私も超党派でもっと科学的に感染症を機材と方法論で解決する議連っていうのを持って会長をしてます。これはあの自民党だけじゃなくて、他の公明党とか維新の党とか国民民主立憲さん全部入ってます。その個人ベースで賛成だと思えば。だから空気を頻繁に入れ替えたり、あるいは空気を殺菌できるものがのオゾンなり紫外線なりであるなら、一回消しちゃってウイルスをそこで無菌になったところに入れるとか、あるいは入れ替えるとか、それを全部両方やっていくことに補助をするとか、あるいはそれをやってくれたお店やオフィスにはマルテキマークを出すとか、そういう方向をちょっと強化しようと思ってます。だからあの入れ替えるって言ったって、今売り上げ下がっててお金ないよねって言ったら、最高では3分の2まで補助したとかあるんですよ。ですからご関係の方は、またさつきチャンネルとかで注目の情報をどんどん上げてますから、あのこの動きが新しい動きだと思います。あと薬もね、次々認可して、つまり軽く済めばもう乗り越えていくかしょうがないっていう形にどんどんなると思うんですよね。で、若い人はだいたい軽く済むなと思っておられると思います。でも軽くない人が本当にごくまれに出てるから、それはあのワクチンなのかどっちなのかは本当によく考えていただきたいと思いますが、なっちゃったらとにかく軽くしなきゃしょうがないから、その薬が絶対必要だし、なって絶対に軽くなるにはワクチン打っとくことが必要だし、とは別にならないことが一番いいから、空間の中でのエアロゾルの濃度を極限まで下げるには、空気を入れ替えるか、空気を正常化するか、空気を除菌するか、その全部ですね、あのそっちの方に今流れがいってます。で、これを科学的に全部分析してエビデンスを出して、いいものには補助を出すと、こういう流れに今なってます。世の中変わってます。はい、今日はあの国会
参議院のコロナ対策についてちょっとお話をしましたけども、昨日もいろんな金融機関や会社に行って、コロナでとっても苦しんでらっしゃる方、どうやって助けられるか、どうしようかっていうお話をしてます。秋には大きな経済対策で、国民みんな全員がコロナに今耐えてますから、そのコロナとの戦いに疲れ切らないように、なんとかやれるように頑張ってきますので、どんどんご意見アイデアをお寄せいただきたいと思います。結構ツイッターでも来てますけど、このさつきチャンネルにも直接ズドンと打ち込んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。さつきチャンネル登録してね。